では、ゲノムというお話をしたいと思います。まず、ゲノムというのは定義から言うと、生命活動に最小限必要な遺伝情報のワンセット。これをゲノムっていうんです。ただ、いきなりね、この定義を言われてもピンとこないかと思いますので、具体的にお話をしていきます。で例えば、先ほどのお話で、体細胞には相当染色体が2本ずつ含まれているよっていう話が出てきました。で、その中で相当染色体の一方に、 正常な赤血球の遺伝子があって、またもう一方の相動染色体に異常な赤血球の遺伝子がありますよっていうお話が出てきましたよね。つまり、相動染色体に2本ある状態というのは、1つの形質に関する遺伝子を2個持ってるよっていうことなんです。だから、相動染色体の片方だけを集めれば、その中に一通り必要な遺伝子が全て含まれているということになります。 ですので、人の体細胞には、総動染色体2本× 23組が含まれていて、つまりは、そのね、23本の染色体を一通り集めれば、その中に、人の生命活動に必要な遺伝情報が一通り含まれているということになります。で、それを表したのが、まあ、こちらの図ですね。人が持っているゲノムをヒトゲノムと言って、今、ここに示したのは、総動染色体の片方をすべて集めたものになります。 で、その合計の本数は23本ですね。で、この時、この23本の染色体の中に、人の生命活動に必要な遺伝情報が一式含まれているので、この23本をワンセットとした時、これをゲノムと言います。なので、人の持っているゲノムっていうのは、染色体23本分のことだと思ってください。 また、このね、染色体に含まれている DNA が、その遺伝情報の正体ですよね。なので、このね、染色体に含まれている DNA だけを抽出して、で、そのね、23本分すべてつなぎ合わせた場合、その中にすべての遺伝情報が含まれているんです。ちなみに、人の遺伝子数は2万個です。なので、 この人の DNA に含まれている遺伝子2万個っていうのが生命活動に必要なワンセットということになります。ですので、このね、DNA 全体の中に遺伝子が2万個含まれてるよっていうのは、染色体23本の中にこの遺伝子2万個が含まれてるよっていう意味でもあるので、この遺伝子2万個をワンセットとしてゲノムということもあります。また、 この染色体23本に含まれる DNA を全部つなぎ合わせると、そこに含まれている塩基対の数は約30億なんですね。で、生物においては DNA の塩基配列というのが遺伝情報に相当しますので、つまりこの30億塩基対の中に遺伝子2万個分の遺伝情報が含まれていて、さらに、この30億塩基対というのは染色体23本分の塩基対数を表しているわけです。 だから、この30億円きついからなる DNA のことを指して、ゲノムということもあります。だから、ゲノムというのは、ある意味、情報の単位を指していて、で、そのワンセット分が生命活動に最小限必要な分ですよっていうことなんですね。で、その表し方として、染色体23本分ですよっていう時や、遺伝子2万個分ですよっていう時、また、30億円きついからなる DNA、 みたいな感じで、いろいろなね、表し方があるんです。で、今出てきたゲノムを、もう少しね、例え話を使ってお話をしてみたいと思います。まず、ゲノムっていうのは遺伝情報の単位を表していると言いました。だから、人ゲノムの場合であれば、人の遺伝情報どのくらいあるのって言ったら、それは染色体23本分ですよと表すことができたり、または遺伝子の数にして2万個分ですよ。 または DNA の塩基対数としては30億塩基対分を表しますよ。これはどれもね、同じことを表しているわけです。で、今回はこれをですね、なんとかの刃っていうアニメに例えてお話をしてみたいと思います。まず、ゲノムっていうのは、そのなんとかの刃の、まあ、ストーリー全体のことだと思ってください。で、染色体数というのが、そのなんとかの刃の、まあ、本の関数ですね。で、そして、 遺伝子の数が和数に相当し、延期追数がページ数に相当すると思ってください。で、その時に、なんとかの刃って話はどのくらい長いのみたいなね、お話をするとき、まあ、例えば、まあ、単行本で23巻分あるよとか、あるいは205話まであるよとか、あるいは、まあ、ページ数数える人いないかもしれないけど、まあ、たい4700ページぐらいあるよみたいな、 で、今言ったことって、これどれも同じことですよね。だって、ね、23巻の中に205話のストーリーがあって、で、その総ページ数が4700ページ。で、これはどれもね、言ってること同じなんですよ。だから、なんとかの刃、どのくらい長いお話なんですかって言ったら、ね、関数だったら23巻、和数だったら205話、ページ数だったら4700ページ。みたいな感じで表すことができます。 で、これをゲノムのお話に戻すと、じゃあはい、人ゲノム、人が持っている遺伝情報どのくらいあるんですか染色体数にして23本分です。遺伝子の数で言えば2万個分です。で、塩基対数で言えば30億塩基対分ですと。ね、全部同じことを言ってるんです。まあなのでね、このように何とかの刃と対応させてね、考えてみるとちょっとわかりやすくなるかもしれません。で、最後にね、 もう少しだけ詳しくお話をして終わりたいと思います。人の体細胞には46本の染色体数が含まれています。で、23本を1セットとしたとき、46本は2セット分ということになります。ということは、人の体細胞には2組のゲノムが含まれているということができるんです。なので、このとき、人の体細胞に含まれている染色体の状態を 2n イコール46と表すことができます。で、この時、2n っていうのは、ゲノム2組持ってますよっていう意味になります。一方で、46っていうのが、その細胞に含まれている染色体の合計本数を表しています。で、今後、原数分裂というものを勉強するんですけど、原数分裂が起こると、人の場合であれば、精子あるいは卵が作られるんです。 でその時に、この生子や卵が作られる過程で、減数分裂が起こるわけなので、体細胞と比べると、染色体数は半減するわけです。なので、ゲノムのセット数が一組になって、染色体本数が23本になるので、この生子や卵が持っているゲノムというのは、n イコール23と表すことができます。つまり、これが表しているのは、 この N というのがゲノム1組分ですよということであり、23というのが染色体数を表しますので、つまり生死あるいは欄にはゲノムが1組含まれていて、その染色体数が23本ですよ。そういう意味になります。ですので、ここから人の場合はゲノム1組あたり染色体は23本になるよ。そこまでここから読み取れるわけです。ということで今回は、 これから学んでいく生殖というテーマの、まあ、最も基礎的な部分をお話ししました。その中で重要なことは染色体と遺伝子の関係になりますで。特に最後に話したゲノムっていうのは生物を学ぶ上で重要な概念となりますので、ここでぜひ理解してもらえたらと思います。授業動画の方は公式ホームページの方からも見れるようになっておりますので、ぜひそちらも活用してください。では今回は以上となります。お疲れ様でした。